の月曜日には間違いなくお約束します、言っています。うん多分、うん、てか、斎藤君の方が楽になれるんちゃうその方が。そうです。はい。<laughs> いや、楽になれるってあれやけど、<laughs> やっぱ大津のやってることってめちゃめちゃ汚いと思えへんかったこの辺をちょっと感想、うん、まあ、そうですね。まあ、あの、まあ正直、やっぱ人参ぶら下げられて、要は給料払えないで生活効果してる、枯渇してる人に対して、やっぱそういう人参棒をぶら下げて、 やっぱそういういろいろを要求してきたり、うん、まあそれの代わりにお金を払うっていうのはまあちょっと立花さんのやり方ではないなっていう。まっとうな企業から暴力団事務所みたいな感じじゃないそれぐらい運動、ね、さみたいな、はい、あったでしょう。あいつらから見たら、俺のクリーンさがダーティーにしか見えないやと思うね。<laughs> まあそれはずっと言ってました。はい、でとにかく俺が うん、俺が悪いことしてると思ってるところについて確認やけど、やる政党のお金を、だってそもそもさ、3億5000万、俺が借りてるのは、みんな知ってるやんか。うん、まあそうですね、はい。説明してるやん。はいうん、2019年に候補者40何人も立てて、まあ、50人出したら1人300万円最低でもね、はい、するんだから、そこで1.5億円かかるのよね。 2019年に政治団体から国政政党になるために、候補者あ全部で46人出したんかなちょちょ ?37 プラス4から41人か。全国比例もおるから、そこで1.5億円借りてんねんっていうのは何度も説明してるわけよ。うんうん、そうですね。ガーシーに3億払うってって、今2億,払2億しか払ってないけど、それ出したらた単純に3.5億でしょこのお金が、 じゃあ、誰のために使ったのって言ったら、当然、党のために使ってる以上でもい下かでもないわけだから、これをあいつら、犯罪って言ってるわけよ。そうですね今回、なんかみんなで作る党かなんか、俺、昨日、ホームページ見たけど、あいつらまだ違法行為してるんやけど、特別代理人っていうのは、法律でつく立てなきゃいけないのよ。で、立花組にしてるわけであれ。うん、そうですね。はい、それまた今度、立花組、決して誰も立ててないのよね。 実際、立場の組がそこに役職としてついてるから、法律上の役職でついてるから、月20万払ってるわけよ。うん、ちゃんと税金も払ってるわけね、それはね、立場の組として。そ,ねはい、それが犯罪だって言ってるわけよ。そうですね。これ名誉毀損やから仕事してるのに。で、それこそ、大津お前どうやねんっ話やうん、確かに。これさ、大津彩香は、どうやって生活してるかとか聞いた。 いや、意外と、まあ、大津パパ、うん、がやっぱしょっちゅう東京に来てるらしくて、うん、やっぱ僕の個人的な直感では、そのど、どうして生活してるかってのは聞かなかったんですけど、うん、やっぱなんかパパの支援がすごいあるのかな、手厚い支援があるのかなっていうふうには感じました。<laughs> そう感じだよな。これね、うん、世間一般的には信じられへんかも分からへんけど、まあ、おもろい話っていうと、大津パパと俺って多分年一緒ぐらいだと思う。 で、大津彩香とうちの娘、年一社やねん。ああ、なるほど。31やんな。俺の会社っていうか、まあ、俺の政党だった時にね、うちの娘に20万円ね、払って、役員報酬そして20万円払って、うん、毎月何もしなくても、これ合法なのよ。うん、でも、大津の会社が、大津パパが大津彩香に対して、まあ、個人的に渡そうが、 ま特に会社経由で渡した場合は、大津が何もしてなければ、これは犯罪になる。うん、何が違うかって言ったら、政党は何にお金使ってもいいですって、法律で守られてるから。そうですね。でも会社は会社法で、そんなの仕事もしてないやつに払ったら、いわゆる法人税法っていう税金があって、脱税に当たるわけよね。だから、大津、これ本当にお前、何してしゅあの収入出んねんって。 ちなみに斉藤さんが、えー、ともらった10万円は大津さんのカバンの中から出たらしいです、うん。パパのカバンじゃなくて、大津さんのカバンの中から出した封筒だったらしいです。うん、まあ、だからこの辺も、大津がすでに8000万持っていってると思うのこっちの作戦ミスっていうか、裁判所が一番悪いんだけど、民事再生かけた以上は、俺は8000万円の取り立て下げたのよ。 下げたことによって、直ちに民事再生で財産保全してくれって言ったのに、それは直ちにできないってなって、で保全してないのよね、今も、うん、うちの会社だけ8000万先取りに行ったら、まさに変還弁済って言って先取りになるから、でそれ取ったところで、もう民事再生入るって知ってたら、うん、取ってもどうせ返さなあかんから取りに行かなかっただけやね、うん。うん、めっちゃ簡単な話どこでもこんな説明したろうわって、今説明してると思うけど、過去にも。そうですね。だから大津側のバカはみんなそれを。 なんか俺が悪いって信じ込んどるからだからあいつ、うん、その小切手で8000万とか持っていってるのよね、教託所から。それはなんか大津から,、ね、津から直接聞いた、教託を。教託については、まあ、銀行振り込みとかではないなっていうふうに思ってて、うん、僕がその最後にお金、給料払ってくださいっていうような LINE を送ったときに、支払いの手続きでちょっと時間がかかるっていうような話をしてたので、お、ま、そ、あ、らくこう、うん、口座だとそういうことはないだろうなと思ったので。 おそらくその小切手のその変えるために手続きかかったんじゃないかなというふうに思って。ああ、なるほどね。うんはい、そこはおそらく老いな。うん、そうですね、はい。まあ、あのー、教託所からのお金は持っていけるのよ。はい。それだけは間違いない。その7月20日の8300万円を、こちらが1回差し押さえしたたびに、教託所に行って、で、教託所からこちら取り下げたから、その金を大津が、あうん、まあ、 小切ってなり、元気になり、ならかで取れることは間違いないので。そうですね。はい、それが多分、10月の初めには取れ,な取れてなかったと思うね。そうだと思います。で、斎藤君のところに70あ、70万円ほどの金が入ったのって、10月ぐらい ?11 月入ったから ?11 月、ちょっと待ってください。えっ、ー、とー。ち、うん、なみに、立花さん、今、村岡弁護士から LINE が来て、月曜日、斎藤君が出頭するんやったら同行ううしますって言ってくれてます。あ ああそうやね弁護士と同行したらいいんじゃないかな。じゃあ,あの、村岡先生とラインもつながってるので、あのうん、調整してあのと。にかく、はいこ、これは正直に全部話した方が、はいまあ、要は立場的に、斎藤君は言っても、今、無職の状態じゃん。はい、大津彩華、一応さ、国政政党の党首名乗ってるんやけど、このあとだから本当、代表権買ったら、もうボコボコに行こうと思ってるから、はい、ちなみに振り込みがあったのは11月13日の月曜日です。 あ、なるほどね。それぐらいね。多分それぐらいに現金ができてるんやと思う。あいつ、もうなんか8000万円も俺に木の訴状が届いて、8000万円払えないように強制執行できないような訴え出してきて、うん、最初、裁判費を1万3000円やったんやけど、裁判所にこれは8000万円分印紙貼ってくれ言われて、26万円か貼ってきとる。ええ。やば。 だから俺に対する3.5億とか3.3億もやってくると思う、それ100万円ぐらいになると思うね、次第が。俺たちとしたら、しめしめと思ってて、まあ、こういうお金があいつが使えば使うほど、代表権訴訟で斎藤君が勝てば、あいつのもういわゆる個人資産で払ってもらわなきゃいけなくなる、そうですね,うですねはい、うん、も,うもうそれはもう間違いないから、だから、はい、あいつ今、調子乗って8000万入ってきて使ってんねんけど。はい 使えるやつっていうのは、実はそうやって裁判、立花相手の裁判とかは、確かに使えるのよね。もう向こう、今、うん、調査委員っていうのが入ってるから、うん、千葉地裁があの任命した裁判、弁護士が調査委員として入ってるので、はいはい、そういう立花を訴えるための因子代とかは出せるのよね。それは間違いない。ただ、それは代表権で負けた段階で、全部大津彩香の個人的な金で払えってなる可能性が極めて高い。うんうん まあもちろんそこで、あいつが勝ちは別やけど、こんな裁判、勝てるわけでもないんで、はい、何言ってんので終わりやから <laughs>、うん。そういう意味では、ちょっと本当に警察にされたとこが言ってくれたら、あとだからなんか名誉損とかちょっと考えといてほしいんやけどな、なんか村岡先生にもすべて LINE のスクリーンショットですとか、うん、まあ詳細すべて見せてですいまた警察にもすべてを包み隠さずお話しして。うん あいつうちの息子が何かっていうのを言ってるよね、そこらへんあ、言ってます。うちの息子、だいだね、もう。はい、そうです、言ってます。新橋のマンションに誰が住んでるのっていう話になったときに、僕が知ってる名前を皆さん言っていって、息子さんの名前が出たときに、契約書の原本を取ってこい、これはもちろん LINE のく者にも残ってますし、契約書の原本を持ってこいとか、そういったいや、だから、うちの息子とか娘まで犯罪者呼ばわりしてることがね。 ははいいもちろんそれが、要は、まあ、名誉賞に当たるんやろうなとは思ってるから、大体じゃ聞きたいことはそんな感じかな、俺の方は。わかりました。じゃちょっと、村岡先生と私の方は、あの、ラインの方で日程、時間等調整して、そうだね、はい。で、月曜日、あの、午後、必ず、あの、小島警察の方にあの出頭してまいりますので、はい。その方は、多分ん、サイトファ楽に、その先の人生が楽やと思うわ。というか、あの、一気に、 あの今の逆風を変えれるんじゃないご迷惑おかけしました。うん、それはそうだと思うけどね。一回ちょっとあれ、斉藤さん、ここで、立花さんはそんなにいらんって言うと思うけど、一回ちゃんと立花さんに頭下げておこうか。あ<の>こ,こ,ここで、うん。申し訳ありませんでした。ああ、いやいや、まあ、今ここで謝ってもらえても、逆に俺もどうしてもできへんから。はい、って言うと思いました。どうしてもできへんっていうのは、まあはい、あの、 人間立花隆っていうのと、立花隆一人法則株式会社代表者としての、法人の代表者としての立花は違うのでの、堀江門新党の代表者でもあるし、NHK から国民を守るとの代表者でもあるしっていう三つの代表者としての顔があるから、はい、この人たちの被害がある以上は、はい、個人として許せても、法人の代表としてはちょっとまだ許せないところがあるんでね。うんはい、被害者が出ちゃってるので、 そ,そこだけははいはい、はい、じゃあもう,もういい,い,いかなはい特に何か聞いたことあるはいはいどうもお疲れ様でしたありがとうございます、はいはいはい、お疲れさまですはーい,い NHK をぶっ壊す